エイブルトン日程トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、ライブトエルブ編の24回目、ユークリティアについて話をしていきます。過去動画のミディの進化について話した回でここだけ触れてなかったので、補足と言いますか、追加と言いますか、そういう形で話をしていきます。で、動画だけじゃよくわかんないよって方はですね、オンラインオフラインともにレッスン対応してますんで、僕にコンタクトを取ってもらえたらなと思います。で、トピックスです。まずユークリディアンというのがですね、ユークリッドリズムというのを元にした話が進むので、そちらの話をさらっと、します。で、次に使ってみましょうと。で、最後に軽くまとめます。で、いきましょう。ではユークリッドリズムとはなんだって話からいきます。ユークリッドリズムというのがですね、エイブルトン公式のこのページ、Don't DJ 円を描いてというところに単語、言葉が出てきます。ちょっと下の方、ここですね。ユークリッドリズムを活用しています。ユークリッドリズムは数学におけるユークリッドの誤助法を実世界で表現したもので、2004年、結構新しいですね。ゴットフリード・トゥーサンという方によって初めて理論化されましたと。何なのかっていうとですね、簡単というか、ものすごく乱暴にまとめると、この理論によると民族音楽とかで聞かれるリズムパターン、これのほぼ全てを簡潔な数学的方法で記述できるんじゃねえかっていう話ですね。それを体系づけたというか、論文にしたのがユークリッドリズムですよと。で、このユークリッドの名前がどこから来たのかっていうのが、このユークリッドの誤助法で、最大公約数を求めるための公式の話になります。それを話しするとちょっと長くなるので、ここでは割愛しますが、興味ある方はね、ウィキペディアとかで、ちょっと探してみるとすぐわかるかと思います。で、これを音楽に適用、応用したのが、この記事に出てるユークリッドリズムについての簡潔な説明とかね、ありますけどね、それをライブトエルブで搭載したよっていう話ですね。このユークリッドリズムちょっと知りたい方もいらっしゃると思うので、僕が見つけたページいくつか動画の概要欄に貼っておくので、興味ある方は読んでみたら面白いかと思います。リンク先のページでかなり詳しく説明してくれているのでね、数学的な考えが嫌じゃない方は、ちょっと見てもらえたらなと思います。基本を知った上で使うのが面白いかと思うんですが、知らなくても全然使えるので使ってみましょう。その後でね、ああこういうことかって分かるパターンと言いますか、そういう段階の方もいらっしゃると思います。で、まずなんですが、このパワートキットっていうのを適当に入れてます。粉ドラムラックです。で、ミディクリップ作りましょう。で、ミディ生成ツールの中のこのユークリディアンですね、今ちょっといじっちゃってるんでデフォルトの表示とは変わってるかと思いますが、こんな感じです。で、これでジェネレートすると生成ですね、こんな感じのが生成されます。で、この今 G2 って表示されてるのがこのドラムラックの中にない音なので、これをちょっと修正しましょう。ボイスズの中のこれですね、 G2 っていうのがあるので、これをドラッグで下げていくとどっかに入りますね。入りましたね、こんな感じね。で、この下ステップスが何拍使えますか、デンシティが密度、ディビジョンがふわりですね。で、これをいじるとまたちょっと変わりますね、こんな感じね、こういう感じで今16分の1にしておきます。あと今いじったのがピッチなので、文字通り音程ですね。ドラムラックなのでね、ここで言うピッチはあまり音に影響しませんけど、他の音、例えば後で使うベースとかね、そういうのに関わります。で、あとベロシティですね、もうアンテナみたいなやつでこう分かるようになってます。今100になってますね。で、これで作られたのが先ほどのユークリッドリズムを元にして作られたパターンになります。で、ローテーションでこうちょっと動かしましょうと。今周りね、緑のが動いてますね。ね。こういうふうに場所というか鳴る場所を変えることもできます。で、音聞いてみると。で、これを元にと言いますか、ちょっと遊んでみるって話なんでね、こういう風にこっちのが
これ音ですね。でこっちのがこれメルドですね。で入れた音です。で鳴らしてみると、まあ、こんな感じでごちゃっとしてるので、このクロームフレームだけオクターブ上げてみましょうか。2オクターブ上げましょうか。でさらにちょっと倍とかにしてみると面白いですね。これかな。こうで、ボイスの方でもまあちょっといじってもいいかなと思います。あ、戻っちゃった。よいしょ。でベースもちょっと入れてみましょうか。これも音鳴らさないようにして1オクターブ下げるとこんな感じですね。で鳴らし、一緒に聴いてみると、まあこういうのがまあ結構簡単にと言いますか生まれるよってことですね。ライブ12の進化の一つでこのMIDI打ち込みについてちょこちょこ話をしましたが、結局はこの出会いと言いますかね、新しい本当に新しい出会いのためのツールって思うと面白いかなと僕は思ってるので、これで完成形ってわけじゃないんですけど、これをもとに新しいものに出会えたらいいんじゃないかなと思うので積極的に活用するといいと思います。あと真ん中のこのサイコロね、今5になってますけど、このサイコロを押すと新しいのがどんどん生まれていくので、こういう方法もあります。面白いですね。ということで今回のまとめです。過去動画でお話をしてなかったユークリディアンという機能について話をしました。ユークリッドリズムを知るともっと遊べるから、と定型文的なパターンが世の中にいっぱいあるので、それを自分で生み出すための機能といいますか、そういうふうに思ってもらえれば新しい出会いがどんどん出てくるんじゃないかなと思います。今日の動画が役に立ったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントとよろしくお願いします。励みになります。また次回以降、ライブ12もうちょっと残ってますね。新機能の話をしたいなと思います。お付き合いください。では今日の話ここまでです。良い音楽ライフを。